一番怪しい。昔こっちはね、南畑ダムっていうところに行くときにね、通ってた道なんだけど、こっちもう封鎖されて多分通れないなんだよな。雨降ってんじゃん。ってんだ。こっちか。マジかー、なんて紳士だ、ちくしょう、かっけー、かっけー、かっこよすぎるだろこの野郎、ちくしょう、やべえな、ちょっと俺もやりてー。どこ、私は誰、南畑ダムなの、ここ。そういうことだね。えらい綺麗になったな、南畑ダム。やりやがったなって。ちょっと溝の段差って何よこれ。出してんじゃん、めっちゃ出してる。坂本峠、そこもんべるか。あれ？
またおじさんになるよ。あれぐるっと回った感じ、ダム一周ぐるっと回った感じ、あーダム一周帯、これそういうこと。こっちから来たのね。なるほどなるほど。新しく変わったからわかんねえんだよね。あー、いえいえいえ、いや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 、ちょっと間違えたみたいですね。間違えたみたいだけど、ありがとうございます。知らんやった俺。いや、当たりの間違いですね。そんなのダンサーの濡れたカーブ溝だから超怖い。こここっちが南畑ダムかな。あー多分そうだ、このカーブ。初めて行く道に近いからね、もう。しかも濡れてっから、こっちが南畑ダムなんだろうな。調子の悪いカーブだね。いやめちゃくちゃ美味しい鶏飯みたいです。鶏めっちゃうまかったです、うん、やべえっていう感じが。いや、来てすごく強かったんで、もうめっちゃ腹いっぱいなんですけど、今からちょっと上に行ったところになんかかき氷屋さんがあるので、そのかき氷を堪能して2杯か2杯か3杯ペロリといっちゃいそうかなと。どこなんだ。あー美味しそう、やば、1万円ぐらいするんじゃないこのかき氷。いや、
った。かき氷がかき氷じゃないという。でもかき氷という。何のマジックやっちゅう。よいしょ、よいしょ。美味しかった。おお。めっちゃ美味しいとこばっかしてんな。ちくしょう。
フフフフ。